ソニー FDR-AX700 で HDR 撮影をしています。外はあまり明るくありません。12月の午前7時なので、よく見るとまだホームの蛍光灯がついていました。ナレーションはアナログ、風景の音声はステレオになっています。303号列車、阪神尼崎駅、各駅停車。651列車、近鉄奈良駅準急。信号機の明かりが飛んでいますね。赤信号は特に目立ちます。原因はシャッタースピードを30分の1にして暗い部分にアイリスを合わせているためです。641列車、灰原駅準急です。この動画はのぶたグループの宣伝ではありません。撮影している時は気づかなかったのですが、生駒山の稜線がとても綺麗ですね。こういうのを撮影時に気づいておれば撮影がなお楽しくなるかもしれません。6622列車、大阪上本町駅急行です。画面左側の濃紺が鮮やかすぎて気持ち悪いです。6544列車、大阪上本町駅区間準急です。685列車、高安行き各駅停車です。隣が3679列車、手元最大級行き各駅停車です。鶴橋駅だけの魅力ではありませんが、こうやってたくさんの列車を一度に見える駅は少ないです。しかしこの場所で他の撮影者と被ることはほとんどありません。朝が早すぎるからでしょうか。朝の7時頃にソニー FDR-AX700 で撮影しているおっさんがいたら、ふもさんに間違いないです。616列車、大阪難波駅アーバンライナー。たまにネクスト編成が運用に入るようです。私は1回しか見たことがありませんけどね。
6641列車、大和朝倉駅、区間準急です。左側のアーバンライナーは先ほどの616列車です。6701列車、阪神天ヶ崎行き各駅停車です。朝の混み合う時間帯に阪神車両を使うのはできればやめてほしいと思っている人は多いと思います。ダイヤ変更後の車両運用がどうなるのか気になります。近鉄奈良駅準急です。6524列車、大阪上本町行き急行です。大阪線の列車も結構な混雑状況です。東京に大阪線に乗ることがないので、実はノブさんはよく知らないです。761列車、河内国分行き各駅停車です。この車両の加速音は素晴らしいです。ぜひご堪能ください。ホームを発車したのは1671列車、近鉄奈良駅各駅停車です。502列車、大阪上本町行き特急ビスタカーです。先頭車両はエースですけどね。3634列車、阪神三宮行き快速急行です。左から出てきたのは南列車、南国南大行き特急の道です。
車内に応じた内容をお知りください。 JR 環状線を振り返る